都南村は岩手県の市和郡にかつて所在していた村である。1992年4月1日に森岡市に編入合併し廃止された。当村内には森岡市中央卸売市場や森岡、赤十字病院、岩手県立森岡工業高等学校などをはじめ、森岡の地名を冠した公共施設の立地も多かった。これに象徴されるように従前から 当村と森岡市とは一体となった生活圏に属してきており、合併の目的も両者の間に分散している都市機能を集積するところにあった。地元の商工会議所などの経済会が積極的に合併を支援したことも円滑な合併に資した。旧都南村役場は合併後は市役所の総合支所となり従前の場所に存知。当初は 住民生活と関連の深い部門が残されたものの、これらの機能は現在残されておらず、支所の機能はほぼ窓口機能のみに限定されている。合併後の新種建設計画で森岡市は旧都南村地区へ重点的な公共投資を実施。土地区画整理事業や下水道整備事業が大きく進展したほか、慢性的な水不足問題を抱えていた固有の問題も、 大規模なダムを要する森岡市との合併によって解消された。ただ、旧都南村域に重点的な投資が行われていることに、旧来の森岡市域の住民からは不満の声が寄せられることがある。合併後も統合されない行政上の区画として警察署の管轄があった。旧森岡市域と旧玉山村域は森岡東、森岡西領所が管轄しているところ、 旧都南村域については、かつて、市和群に属していた時代から合併後も、市和警察署が管轄していたが、2016年4月1日付で、森岡東警察署に管轄が移管された。また都南村は、同じく、森岡市に隣接していた旧滝沢村同様、自動車の登録に際して、車庫証明が必要な村であった。ありがとうございます。